今日は蘇我のイルカの歴史をお話ししていきます。飛鳥時代は蘇我氏にとっては全盛期の頃、父蘇我恵美氏から高い位を譲り受け、政治主導権を握り続けるために聖徳太子の息子山城の大江の王を暗殺するんですね。それが反対蘇我氏の貴族中野大江の王子中富の鎌足からやられることに。では今回はこちらの蘇我イルカのわがままなお話、それから山城の大江の王の暗殺につきましてお話ししていきます。それでは早速やっていきましょう。四代蘇我イルカ、まず最初に蘇我氏の生まれを少しだけお話しさせてください。蘇我イルカがいつどこで誕生したのか明確には分かっていませんが、歴史書の日本書紀によると、父蘇我恵美氏が586年に生まれたと記されていますので、600年から610年に蘇我イルカが誕生したと推測できます。父は蘇我恵美氏で、祖父は蘇我馬子、そして曽祖父が蘇我稲目。飛鳥時代では四代直系一族による独占体制を築いて権力を握り、天皇と同等の地位を得ていました。常に対立しているライバル豪族もいましたが、蘇我氏は天皇の親族の位置、つまり外戚でしたので強い権力を持っていました。で、これが祖父の蘇我馬子の娘、蘇我私姫、お姉の君を欽明天皇に嫁がせることで天皇家の外戚となり、政界での地位を高めるんですね。そんな蘇我イルカの子供の頃は秀才と評価され、並ぶ者はいないとまで周りから言われていました。皇族たちが子孫に通わせていた塾に蘇我イルカも通っていたのですが、そこの先生が明と呼ばれる外国に留学し文化を学ぶ学問僧で、遣隋使で隋に渡り学んだ知識を持ち帰り、最新の大陸文化仏教などを貴族の子孫に教えていました。投資家伝によると、明先生は蘇我イルカは生徒の中でも一番優秀な人物だと記載されています。ちなみにですが、明先生が教えていた有名な人は蘇我イルカだけでなく、その後に一心の変にて蘇我イルカを討ち取ることとなる人も教えていたんですね。そんな蘇我イルカは子供の頃から知識をどんどん高め、すでに国政を担っていたわけですね。山城の大江の王一族を滅ぼす、自分の地位を維持するため、蘇我イルカが宇山王の息子山城の大江の王を滅ぼします。643年の冬、父蘇我恵美氏が病気と称して職場に出られなくなり、代わって蘇我イルカに大宮の位を譲ります。この時の年齢は約30から35歳です。そして高い位を譲り受けた蘇我イルカは独断状態で政界でわがままな行動をするんですね。例えば644年、現在の奈良県高市郡飛鳥村豊浦にある丘の上に専用の屋敷を建てます。屋敷の場所は飛鳥全体が展望でき、何より天皇の住む宮殿よりも高い位置に建築します。家の外は石垣で、神道台の河原石壁をびっしりと積み上げた立派な造り、城柵を巡らせ、門の祠には武器庫が設けられています。日本書紀に屋敷の名前は谷の狭間の帝と記されています。さらに一族の子供たちを巫女と呼ばせるほど、あたかも蘇我氏が天皇のように好き勝手に振る舞う行為で、どんどんエスカレートしていきます。そんなわがまま放題の蘇我イルカ、やはり周りの貴族たちは納得いきません。このまま政権を蘇我イルカが握るのではなく、天皇中心の政治制度を取り戻そうという動きが活発になります。飛鳥時代では政治の権力は蘇我イルカの父、祖父、曽祖父の4代にわたって長期に握っていました。やはり不満を抱いている貴族も多く、何とかして天皇中心の政治を取り戻そうと動きが活発になっていました。そこで馬屋王の息子である山城の大江の王が最も有力な皇位継承者として挙げられます。山城の大江の王は推古天皇の死後の後継者の時も挙げられていましたが、イルカの父蘇我恵美氏がもう一人の候補者の
巫女を選び、皇位争いに敗れていました。では、山城の大江の王は天皇の座に着くことができたのかとなりますが、政界の力を握って、まだ間もない蘇我イルカがすぐに動きます。山城の大江の王と対決。大宮の権力を譲られて、まだ1ヶ月にも満たない蘇我イルカでしたが、周りの情報を耳にし、皇位継承候補者の排除に乗り出すために、山城の大江の王を潰しにかけます。これは自分が政治の主導権をがっちりと握り続けるため、そのため山城の大江の王を暗殺するんですね。643年11月、蘇我イルカは大勢の兵らを連れて山城の大江の王の宮殿を襲撃させます。ちなみに山城の大江の王の宮殿は光が飲み屋と言われ、今で言う法隆寺の夢殿で有名な東院伽藍に建て替えられています。この場所で武力衝突になった山城の大江の王ですが、兵は十数人ほど、それに対し計画的に実行に移った蘇我イルカは100人以上で襲撃を行います。わずかな兵で矢を飛ばすほどの抵抗しかできない山城の大江の王は宇後山を下り逃げ込むことに。その後イカルガの宮は焼かれてしまいます。違う山に逃げ込んだ山城の大江の王は他の国からの信頼が厚かったため、助けを借り再起を図ることも可能でした。しかし山城の大江の王が言うには、これから戦えば必ず勝てるはずだけど、私はもう戦いたくないということで、643年11月11日山城の大江の王は家族とともに自ら死を選びます。そして蘇我イルカにとっていとこにあたる古人の大江の皇子を候補に立てます。古人の大江の皇子の父は著名天皇で次期天皇になれる人物。そんな古人の大江の皇子は蘇我イルカの言いなりになるような存在なので、自分の思い通りに動く人物だったんですね。山城の大江の王の事件について父蘇我恵美氏でさえ怒り嘆いたほど、蘇我イルカの乱暴ぶり、そして情勢に危機感を抱き、クーデターを起こすのが実行役の中富の鎌足なんですね。中富の鎌足は蘇我イルカに代わる改革を目指すために中野大江の王子を誘い、飛鳥板吹の宮で蘇我イルカ暗殺を実行するんですね。で、ここら辺の歴史の話はまた違う動画でお話ししたいと思います。で、もし時間がある時に見ていただけると幸いでございます。まとめ、今回は蘇我イルカについてお話をしてみました。今まで4世代にわたって長らく続いていた朝廷を支配していた蘇我氏の勢力が弱まります。日本書紀ではこのように天皇中心の政界に恐れた蘇我イルカが山城の大江の王を暗殺したと記載。しかし藤原氏の家伝東史家伝には、光玉天皇の即位に際し山城の大江の王が国に背いて兵を挙げたために他の皇族と一緒に蘇我イルカを殺害したと書かれています。全くの矛盾ですが、日本書紀は勝者の藤原氏が書いたものなので、自分たちには都合のいいことを書き、蘇我氏にとっては悪いように書いているのかもしれません。ということで今回はここまで。最後までありがとうございました。明日につなぐチャンネル登録お願いいたします。